シャープの新フラッグシップスマートフォン、アクオス R6。フルモデルチェンジの名にふさわしい内容刷新だと感じましたが、皆さんはどう思われたでしょうか？はい、ズキです。本日、シャープのフラッグシップスマートフォン、アクオス R6 の発表がありました。こちら、全モデル、アクオス R5G の正統後継機種になるわけですが、個人的な印象としては単なる後継機。チップセットやカメラを2021年バージョンに進化させましたということにとどまらない根本的な開発思想自体を進化変化させてきた印象を受けました。とはいえ本当のところは実際に触ってみないとわからないので、私も発売され次第購入しレビューしたいと思いますが、本日発表された中身をチェックすると、ポイントその1、カメラに1インチセンサーを採用。これこそパラダイムチェンジ、イノベーションと言えるポイントで、カメラの構成を丸ごと変えてきました。アクオス R6 ではスマートフォンとして最大級の1インチ大型センサーを採用しています。スマホで1インチセンサーというとパナソニックの CM1 を思い出す方も多いと思いますが、おそらくそれ以来の1インチセンサー搭載スマホということになります。シャオミが3月に発表した Mi 11 Pro、 Mi 11 Ultra が 1.12/1 インチセンサーですので、センサーサイズとしてはそれを上回っているということになります。本体サイズがある程度限定されるスマートフォンでは、カメラについては主に AI 処理を発展させてきた歴史がありますが、大型大判センサーを採用することでカメラに対するアプローチとしての正攻法を取ってきた印象です。全モデル、アクオス R5G のセンサーは 2.55/1 インチでしたので、 R6 ではサイズは約5倍になり、これにより暗所でのノイズが 40% も低減し、薄暗い水族館や逆光の場面でもメリハリある綺麗な写真が撮影可能としています。シャープでは10秒で見せる映え写真と10年後も残る記念写真の両立を目指したとしています。もちろんスマートフォンならではの画像処理も怠っているわけではなく、暗所での画質を向上させるスーパーナイトモードやノイズを削減するマルチフレームノイズリダクションなどの演算能力を必要とする機能は継承しつつ、 iToF を使ったオートフォーカスにも対応しているそうです。正攻法の大判センサーで画質を向上させつつ、スマートフォンの処理能力を生かすスマートフォンカメラとデジタルカメラの融合を目指したとしており、シャープは雰囲気、空気感まで映すカメラと表現しています。ポイントその2、メインとなるアウトカメラはシングル。最近のスマートフォンは複眼、つまり標準広角望遠という主に3つのレンズを別々に搭載し、さらには深度センサーなど特別な機能を持つカメラを搭載するなどして、いかに搭載カメラ数が多いかということを競ってきた部分もありますが、アクオス R6 ではシングルカメラとなっています。では複眼構成を採用しているスマートフォンのような様々な価格で撮影できないのかというと差にあらず、カメラ一つで 24mm の標準撮影から 19mm の超広角、そしてウルトラレゾリューションズーム望遠6倍 152mm の撮影もサポートしているとのことです。このカメラはドイツの老舗メーカーライカと協業したもので、センサーやレンズの設計、画質の調整などを含めたカメラシステム全体をライカと共同で開発したとしています。このようなカメラを実現できたのはシャープがカメラモジュールを作っているからこそで、すり合わせで新しいことができる環境があるのがその強みであるとしています。逆に弱みとして、シャープはデジタルカメラ自体は製造していないわけで、そのあたりを補うために頼ったのが老舗カメラメーカーのライカということになります。シャープはライカとのパートナーシップは長期的なものになるとしていて、アクオス R6 はその第一弾という位置づけになる格好です。ちなみにスマートフォンでライカといえばファーウェイと考える方も多いと思います。2016年にファーウェイから発売されたデュアルカメラ搭載スマートフォン P9 から現在までパートナーシップは継続されているようですが、アメリカによる制裁によりMate 40シリーズ以降、ライカブランドを冠したフラッグシップモデルは発売されていませんので、新規スマートフォンの開発に取り組みたいライカとの思惑が合致したとも言えそうです。ライカとの協業で開発されたアクオス R6 に搭載されているレンズは、アクオス R5G 比で歪み量を10分の1に抑えた F1.9、焦点距離 19mm のズミクロンブランドを冠した7枚構成のレンズとのことです。このレンズと2020万画素の1インチ大型センサーの組み合わせによって、広角と標準、望遠をカバーしているとのことです。スマートフォン自体の性能がアップしたことでできるようになった技術とも思いますが、実際に撮影してみるまでやや不安も残りますので、このあたりは望遠性能を含めて実機でしっかりと確認したいと思います。1インチセンサーの効果はボケ味のある写真撮影にも寄与し、被写界深度は従来のスマートフォンより浅く、ソフトウェア処理に頼った光学的なボケではなく自然なボケが出せるようになったとしています。ポイントその3、 R シリーズでも有機 EL ディスプレイが採用される。これまでスマートフォンアクオスで有機 EL ディスプレイというと0シリーズが搭載してきたわけですが、 R6 ではアク
クオス R シリーズとしては初めて有機 EL パネルが採用されています。この有機 EL パネルは単なるアモレットではなく、液晶で使ったシャープのイグゾー技術を有機 EL に持ち込み初採用したプロイグゾーオレットになるとのことです。静止画を表示している時にはリフレッシュレートを 1Hz、 つまり画面の書き換え回数を毎秒1回にまで抑えることでバッテリーの消費を抑える技術を搭載し、この技術により同じく有機 EL ディスプレイを採用するアクオス02比でディスプレイの消費電流を 60% 削減したとしています。ディスプレイのサイズは約 6.6 インチで、解像度は 2730×1260、 両側面についてはエッジが曲面となったカーブドディスプレイとなっています。エッジディスプレイについても最近の潮流としては搭載しているスマートフォンが少なくなってきた印象がありますが、このあたりもアクオスは新たな回を出そうとしている感じがします。シャープはイグゾー液晶の省電力性能や応答性の高さはそのままに、有機 EL の持つ高いコントラストを取り入れたのがその特徴で、イグゾー液晶と有機 EL のいいとこ取りをしたイグゾーを超えるのはやはりイグゾーとしています。なおリフレッシュレートについて最高 240Hz 駆動としていますが、これは 120Hz に黒画面を挟む疑似リフレッシュレートでの数値となっています。ポイントその4、ディスプレイはめちゃめちゃ明るい。アクオス R シリーズとして初めて OLED 有機 EL ディスプレイを搭載したわけですが、その明るさはスマートフォン史上最高を謳っています。ピーク輝度2000ニトということで、明るいディスプレイが好きな私にとっては非常に待ち遠しい楽しみな数値です。そしてディスプレイについては1台1台カラーを最適化して出荷するとのことです。ポイントその5、ディスプレイ指紋認証の検出エリアは世界最大。アクオス R5G では物理センサーにより指紋解除しましたが、アクオス R6 には 3D 超音波式センサーが搭載しており、従来モデルより素早くロック解除できるとしています。アクオス02との比較間で指紋検出エリアが11倍に広がったことで、2本指での認証にも対応しているそうです。2本指でロック解除する必要あるの?という感じもしますが、シャープによれば1本指のロック解除に比べ、セキュリティの強度は20倍高くなるそうです。この技術により、ディスプレイ内蔵型指紋センサーの弱点である認証速度と検出範囲を大きく改善した格好です。発表会でシャープの小林氏は、なんとなくハイエンドを選ぶ時代は終わったと語っていますが、2019年10月に改正された電気通信事業法により、キャリアによる端末割引ができなくなり、高額なハイエンドモデルは売れにくくなったとされています。売れ筋はミドルレンジモデルに変わり、シャープ自身もアクオスセンスシリーズを大ヒットさせる一方で、ハイエンドモデルについてはそれだけの価格を出す明確な理由が求められます。アクオスについても従来のフラッグシップ R シリーズと軽量、そして有機 EL 搭載というゼロシリーズの2つのラインナップがあるわけですが、今回の R6 はその存在感を復活させるために、シャープの持つ技術を全て盛り込み、増えてと言われたカメラについては新たなアプローチをしようという気概が感じられました。そのアプローチが吉と出るか凶と出るかは実機で確認したいと思います。すでにドコモとソフトバンクが取り扱いを発表していて、予約は明日5月18日から、発売は6月中旬以降としています。その他のスペックを確認すると、サイズは高さ 162mm、 幅 74mm、 厚み 9.5mm、 重量は 207g、 Android 11がプリインストールされ、チップセットにスナップドラゴン 888、 RAM が 12GB、 ストレージは 128GB、 そして結構重要になりつつあるポイントとして、マイクロ SD スロットを備えています。バッテリーは大容量 5000mAh、 その他防塵防水お財布携帯にもしっかり対応しています。値段は現時点では発表されていませんが、おそらく10万円オーバーは確実だと思います。同じフラッグシップモデルの Galaxy、Xperia と戦う上でどの程度の価格設定で来るのか、そしてフラッグシップモデルでも SIM フリー展開するのか注目したいところです。実機が発売されましたら Xperia 1 Mark III を含め3ブランドフラッグシップ比較をする予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。